2007年東京都渋谷区、エリック・グローバーは、1979年11月16日、アメリカ合衆国のオハイオ州出身の元アメリカンフットボール選手、フィットネスモデル、テレビタレント。マッチョな筋肉美で知られている。彼は日本で英語教師として働き始めた後、芸能事務所にスカウトされ、東京 MX テレビのコメンテーターとなった。この仕事が、 きっかけとなり、台湾の事務所からもオファーを受け、日本のみならず、台湾にも進出、タレントとして活躍した。グローバーは、オハイオ州トレドで生まれ、労働者階級の家族で育ちました。幼い頃からスポーツが得意でした。彼は、ホイットマー高校に通い、レスリングで、すべての襲名を獲得しました。大学で勉強している間、グローバーは、 彼の体格を構築するために、フィットネスと運動に彼の注意を向けました。大学卒業後、日本に渡り、埼玉県で英語教師を務める。2005年、グローバーは英語教師として働くため日本の埼玉に移住。日本で暮らし始めて数ヶ月後、東京渋谷で外国人のタレントを専門とする芸能事務所にスカウトされる。 その後一年間は英語教師として働きつつ、東京を中心に様々な CM や TV 番組のオーディションを受け、2006年初め、東京 MX のバラエティ番組、5時に夢中に合格。番組では生放送でのコメンテーターやロケ、撮影でのインタビューなど、新規コーナーを務めた。グローバーは毎週番組に出演し、テレビに露出することで、 タレントとしての仕事が増え、台湾のテレビ番組を含む他のテレビ番組などにも出演オファーを受けるようになった。この頃グローバーは芸能界の仕事をする一方、東京都世田谷区洋画の解いた女子高等学校で英語教師をしており、なんとか両立を続けていた。グローバーヒズワイフイン in s h a 2008年夏、グローバーはアメリカに戻り、地元で熱心にトレーニングを続けていた。 彼のスピード、恵まれた体格が、プロのアメリカンフットボールエージェントの目に留まり、2009年夏、エージェントのスポンサーを受け、オハイオ州、コロンバスにある競技場、ウッディ・ヘイズ・アスレチックセンターで開催された、プロフェッショナルフットボールコンバインで、素晴らしいパフォーマンスを披露したが、何年ものブランクがあったため、すぐにオファーがかかることはなかった。4年後、 グローバーは中国の上海市に渡りアメリカンフットボールの指導者となる。そして中国到着後しばらくたったある日、チャイナアメリカンフットボールリーグの上海ナイトホークスから選手としてスカウトされることとなった。ファーストシーズン、グローバーはコーナーバックとして活躍し、2014年ナショナルチャンピオンシップチャイナではチームを優勝へと導いた。セカンドシーズン、チームは チャンピオンシップゲームに敗れ、優勝には届かなかった。2016年、グローバーは、膝の故障により競技を引退、次のシーズンでアメリカンフットボール界から完全に退くまでは、チームのコーチとして過ごした。2011年に、台湾台北で、ウーゾンシーアントグローバーグローバー、カリーナラウ、チンカンありがとうございます。